螺旋階段の一例とトルンシモストバ通り6の親柱付螺旋階段螺旋階段は階段の中でも特に回転系のものを指し上部から見ると円形になっており中心の柱の周りを回転しながら上昇あるいは加工する構造の階段を特に螺旋階段と呼んでいる現代建築に多く取り入れられているデザイン性に優れ機能的でもあることから最近は人気が高い 素材は金属、木、コンクリートなど様々である。高速道路の非常階段に多く用いられた。螺旋階段を含み、回り込む部分がある階段を、回り階段という。一般に、階段の踏み面の寸法は、建築基準法施行令、第23条により規定されるが、回り、階段においては、この寸法を、踏み面の狭い方の端から30センチメートルの、 位置において測る。新柱や支柱、周囲の壁による指示を伴わない、螺旋階段も世界には点在する。ニューメキシコ州サンタフェのロレットチャペルやパリのルーブル美術館が畜霊として挙げられる。ありがとうございます。